9.35 ですね。9.35 ですか。はい、そしてまず優勝ですね。優勝とんど決定です。さてこれは三上選手ですね。そうです、三上はじめ選手です。この写真からこれイエガーですね、はい、ね、非常に高さのあるいいイエガーやってますね。イエガー中外というイエガーという選手が初めて行いました。そうです。最後フィニッシュですね。どうでしょうか。これは伸身ですね。はい、スワンダブルですね。伸身の2回宙返りです。確かに高さもありますし、はい、長野さんご指摘のように屈伸よりも伸身の方が同じ難度でも見た目が違いますね。そうですね、迫力がねっていう伸び上がっていく感じが違いますから。これですね、はい、非常に高さもある、はい、イエガー宙返り。体操の場合にはいろいろその発明した選手の名前がついております。そうですね、はい、世界選手権もしくはオリンピックに初めて使いますと、その人の名前がつきますね。塚原跳びとか笠松跳びとかですね。そうですね、これから最後の伸身の2回宙ですね、はい、これです。高さがありますね。ご指摘のように確かに首をうまく使ってますね。はい、背屈姿勢ですね。ちょっと着地がね惜しかったんですけど、